ブシャブが食べたい。いいでしょう。しゃぶしゃぶを食べるよ。やったよ。しゃぶしゃぶです。です。乾杯しましょう。さあ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 。まあまあ先生。ありがとうございます。久しぶりの動画登場。お久しぶりです。ね、京子先生お久しぶりですね。うん、元気にやってましたか。元気ですよ。はい、すいません。今日は瓶ビールですね。いいですね。はい、はい、さあさあ、はい、さあさあ、今日のラガーですよ。はい、というわけでちょっとそろそろぴょんこ先生出てきてよっていうあのリクエストもありましたんで、ご足労いただきました。今日はよろしくお願いします。よろしく。それでは皆さん、乾杯。乾杯。まい、おいしいね。まあ、うん、というわけで早速食べていくわけなんですけども、本日のこのお出汁をご紹介します。こちら、よろしくよろしくよろしく。まずは水を1リットルお入れしてでございます。はい、いつもの我が家の定番安丸出汁、これを入れていきます。2個入れます。1、2。 OK、 これでもう沸かすだけで極上の出汁ができるから、これにしゃぶしゃぶしていくよ。わお。はい、じゃあもう出来上がったんだね。どんどん食べていきます。しゃぶ&しゃぶでございます。やっちゃいやっちゃい。はい、でね、今日のお野菜なんですがこちらですね。クレソンね、おしゃれでしょ、ね、クレソンなんて買ってきたこと初めてなんですけども、あの野菜直売所みたいなとこに行ったらクレソンが売ってたんで、これを食べていきたいと思うよ。なんかね、あの貝割れみたいな味がします。ね、だからこのクレソンね、この豚肉と、あ、紹介していかないとね。で、これてんこ盛りの豚肉からの普通盛りの牛肉、こちらでやっていきたいと思います。でね、タレなんですけども、まあ普通の味ぽんね、味ぽんなんですが、私のよくやる食べ方、これキムチ、キムチをこうもう思いっきり入れます。思いっきりキムチ入れて、そこに味の素で、そこにね大量のポン酢。はい、これ美味しいよね、いつもやるよね。キムポンです。キムポンがおすすめでございます。ね、キムポンでやっていきたい。先生はお好きな食べ方言ってください。はい、先生は結構あのシンプル好きですからね。シンプリーガールですから。私はキムポンか、このドンキホーテで買ってきたごまだれ、これでやっていきます。はい、もう大丈夫だよ。お、いけー、シャクシャクだよ。いいですか。じゃあ、じゃあ豚肉からいきます。もう各自好きにやりましょう。しゃぶ&しゃぶ。おお、美味しそう。しゃぶしゃぶはタイミングが命ですからね。もうできたと思ったらすぐ食べる。しゃぶ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 。この一口目のしゃぶしゃぶって最強にうまいじゃないですか。いい感じ。はい。うん、いきますかね。キムチを巻いて。やってみます。乾杯。いただきます。私は何が好き？うまい。先生何味で食べるの？今はわさび好き。おしゃれかな？醤油好き。クレソン、クレソン言っといて、クレソンどっちも誰一人食べてない。
基本野菜を食べない。動画でも野菜を食うのは初めてなのかな。これほぼ久しぶりですよ。動画で野菜食うことねえですからね。でこのその辺に生えてる雑草みたいなクレソンをやっていきたいと思います。うまっ。うまいですか。うまっ。うまいですか先生。いや、うまい。よかったね。じゃあこのクレソンはもう生でも食べれるから、こういう感じでやっていこう。あ、うまいクレソン。あのね、三つ葉みたいになる。三つ葉みたいな感じ。三つ葉大好きなんで、若いたち。これはうまい。最高でんな。最高ですな。よし、うまいね。くれっちゃうか。くれっちゃって。くれっちゃってからの、私ちょっと牛肉いきます。はい。あ、どうぞどうぞ。あ、すいません。はい。牛肉は、ごまだれでいこうかな。クリーン。すごい、出汁のいい香りするね。うん、しゃぶしゃぶをこのただのお湯でやるのとこの休まる出汁の失礼しました。休まる出汁でやるのとでは大違いなんですよ。でね、この出汁の香りを存分に味わいたければ、あのこれでこうしゃぶしゃぶしてちょっと塩でね、美味しいよね。美味しいよね。美味しいんです。あ、うまっ。クレソン。クレソンうまいね。うまい。これ、本当にうまいね。うん。なんか、あれだな。本当、三つ葉みたいな感じなんだな。うん。ちょっと牛うめえです、あれを。うん。ああ。牛いきますか。いいね。いいわ。ちょっとこのドンキのこのごまだれ、超うまいぜ。お、うん。よかったら一緒に。イエーイ。使ってください。次はキムポンで行ってみようかな。キムポン。シャブ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 。すげえ、ポン酢に入れても出汁の香りがすごいする。はい、こんなやつ、キムポン&クレソン牛肉、これ行きたいと思う。牛は何味で食べるかな。出してもね、回ったでしょ。うまいわ。最高ですね。うん、最高だ。待って、もうガンガンいきますよ。もうガンガン、うまっ。牛うまっ。牛うまいね。うん、うん、牛うまいわ。これだけいい出汁で、牛とかの出汁も出てるんで、これ最後にね、締めうどんですよ。最高でしたね。はい、いいよ。キムチをちょっと豚をごまだれでいってみたい。これどうぞ。だったら豚っていきましょう。そう、いやいやいや、これごまだれご飯に合うな。これライスもあるぜ。うまっ、うまっ。ライスの出番ですか。うん、でもこんなとこであんまり絵的には変わらないから、一回ゆっくり食べてうどんのとこまでカットします。はい。これあと永遠に2人でうまいうまい言うだけなんで。で、ね、2人ともめちゃくちゃ腹減ってるんで、あの大したこう面白いことも言えそうにないですから、うどんのとこまでカットしよう。爆食い。それではうどんのとこまでカット。うわ、やっぱさ、あれだ、やっぱさ、うどんはもうテーブルマークだよね。ほら、もう全然違うんだもの。あの日清のこないだのやつと比べて、ほら、もうツルッツルじゃないですか。全然違う ね。皆さん、冷凍うどんは絶対にテーブルマーク、旧カトキチね、あれ買ってください。
もうね、全然違うから、本当に。艶が違うぜ。もう、艶出し火星？艶が違う。なんて言ったんですか、今。朝日火星みたいな、新しい艶出し火星みたいなことですかね。茶碗で食べるんですか？ええ、茶碗でやらせてもらいます。もう味付けはもうシンプル。この豚とね、牛肉のうまみんが出ております。このプースーにもうシンプルに薄口醤油のみでやっていきたいと思います。じゃあちょっと食べます。どうぞ。先生はもうね、お腹がいっぱいのようです。や、出汁がやっちまったって言ってました。これがね、もうしゃぶしゃぶの締めですよね。いただきます。これ出汁うめえ。出汁うま。これはさ、もうやばいぜ。うまっ。うまい。うどんも最高。うん。あとはさっぱりクレソンを入れて食べたいね。もう全クレソンします。全クレ、全クレ。よし、これでじゃあもうさっぱり食べながらエンディングですね。はい、というわけでね、めっちゃうまかったね。うまかった、うん、めっちゃうまかった、ま、この出汁がうますぎ。ちょっと私もう一個冷凍うどん食べて締めたいと思います。はい、ね、それでは久々の先生登場の回でございました。皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。すごい名です、すごい名です、すごい名です。ものすごく大きい声を出せますよ。OK。 お疲れ様です。